完成したのか？もちろんも。あとはエネルギーチャージして起動すればいいも。うん。ニアたちが処刑されてしまうまでもう時間がない。急ぐんじゃトラ。わかったも。人工ブレード、お前が目覚める時が来。ダメよトラ君。え、なんでだも。人工ブレードなんて呼んでたらかわいそう。ちゃんと名前をつけてあげて。トラ君が考えた名前を。そうかも。実はトラ、もう考えてあるもん、こいつの名前。そっか、じゃあ迷うこともないな。ん？さあ始めるがよいトラよ。わかったもん。さあ目覚めろもん。トラだけの人工ブレイド。てっきりそういう趣味なのかと。トラにそんな趣味があるわけないもん。あれは、そう、先祖おじいちゃんの趣味も。きっとそれが残ってたんだもん。本当ですか？本当。ということだそうなので、レックス行きましょう。ミアを助けに。さあ急ごう。というわけで、ハナですも、今後ともよろしくなのですも。陛下の覚えがいいからって、メギツネが偉そうにあれこれと。天の聖杯を手に入れれば、本国への凱旋もバーンに売りつけて大金を手にすることも叶ったのに。まだよ。僕はこんなところで終わらない。こんな獣臭い辺境の一領地なんかで終わるつもりはない。バクス警備長！あ、何か？警備兵の数を倍に増やしなさい！足りなければ町からもかき集めて、メレフより先に天の聖杯を手に入れるの、いい？は、了解いたしました。見てなさい、メレフラハット。
みんな出かけるもん。ワクワクですもん。到着。やりましたね。あれがアルス戦艦も。立派なアルスじゃの。これもインビディアとの再戦に向けた帝国の準備の一つというわけか。見てあそこ。ホムラの言った通り、根が搬入口の下まで伸びてる。本当だもん。この下から回れそうだな。行こう。はい、わかったもん。ですもん。どれどれ。どれどれ。どれどれ。到着。やりましたね。結構高さがあるな。待ってて。まずはホムラから。引き上げるから捕まって。ないやつじゃの。そうだもん、デリカシーないもん。ごめんなさい、本当にごめんなさい。いや、そういう意味じゃなくて。確かに一トラより重いもん。でもそれは立派に成長してる証拠だもん。いい
ことだもん。すっごくいいことだもん。花が引き上げますもん。さあ捕まってくださいもん。力だ。花は人工ブレイド。このくらい楽勝ですもん。ゴンザレスだって引き上げられますもん。何が出るかなっと。わしが500歳若ければの。黙って見てなって。はっ。だっ。あかそと。パワーチャージ。くるるー。勝った。いいね。そうも。アマリア。そうだ。もくもく。バッシュ。ぐんぐん。俺も同じ気持ち。わしの教え通りにやれば問題はないぞ。ナイスも。じっちゃんはそこでのんびりしててよ。私たちの思いは一つ。絆の力見せてやろう。ぐるぐるアンカーショット。ドリル。あっ、もうぐるぐる。あっ、勝った。いいね。そうも。ご主人は守るですもん。花、ありがとうだもん。ほら、ダブルスピンエッジ。楽勝。余裕百尺だぞ。何が出るかなっと。
ご主人、この辺りのどこかにブレイドがいますも。花、そんなことがわかるのかも。はい、何かブレイドの波動って感じですも。なんだかよくわからないけど、白子がいるのかな。片っ端から開けてみましょう。火傷とかしてませんか。ホムラ、火が強すぎだよ。ごめんなさい、加減が難しくて。ホムラ様、レックス様。おお、無事じゃったか、白子。よかったもん。ほらご主人、やっぱりここにいたですもん。アルス様と、どちら様ですか。白子、いきなりで悪いけど、ニアがいる場所わかる？もちろんです。私と同調したたった一人の方ですから。助けに行こう。処刑なんかさせるわけにいかない。はい、お願いします。お宝回収。やってやる。さっさとやっつけてご飯にするもん。意外とやらせるかよ。まだまだいけます。おとなしくしなさい。気持ちいい。お前の相手はやらせるかよ。よっ、ここまでか。俺だってイーグルアイ。やらせるかよ。バレット、バラケンタイだ。やらせる。そう、よこめ。素敵です。おとなしくしなさいんだ。Thank you.
いただき。俺たちの力、見せてやろう。兄貴の足を力に頑張るぞ。よこめ、おとなしくしろってんだ。もももも、よこめ、おとなしくしろってんだ。おとなしくしろってんだ。パワーチャージ。よこめ、どんどん待って。ダブルスミー、やらせるかよ。伝わってくるぞ。心強いね。やらせるかよ。勝った。おふざけ。はじかれた。やらせるかよ。そのバッシュ。モフモフイーグルアイだ。戦ったら体が熱々になったもん。ホムラちゃんの料理で一休みしたいもん。ごめんなさい、私のお料理だともっと熱々になっちゃうかも。頑張るですもん。いけね、先手を取られた。よこめ、おとなしくしろってんだ。よこめ、おとなしくしろってんだ。おとなしくしろってんだ。よこめ、このまま気を引き締めた。おとなしくしろってんだ。よこめ、おとなしくしろってんだ。おとなしくしろってんだ。これでやっぱりすごい。よこめ、おとなしくしろってんだ。アンカーショット。よこめ、おとなしくしろってんだ。ダブルスピンエッジ。ありがとうだもん。
大人しくしろってんだ。ダッシュ4個目、ここまでか。
足コナンに任せてほしいの。おとなしくしろ。ダブルスピーエッジ。バカだ。伝わってくる。心強いね。ハイザクル。どうかバッシュ。アンカーショット。ハイザクル。ここからが本番です。絆の力見せてやろう。ハイザクル。いいね。そう。おとなしくしろ。ダブルスピーエッジ。いいね。ハイザクル。ドリル。いただき。俺たちの力見せてやろう。トラとハナのコンビは無敵だぞ。見つかったか。やらせるかよ。やらせるかよ。ありがとうだもん。やらせるかよ。アンカーショット伝わってくる。俺だって心強い。勝った。やらせるかよ。バッシュパワーチャージ。もふもふやサポートだ。やらせるかよ。やらせるかよ。俺だって消えるも。やらせるかよ。ダブルスピンエッジ決めてくれ。やってみます。勝った。俺の主人を守るですもん。いいね。ありがとうだもん。楽勝。余裕しゃくしゃくだもん。よし、やってやる。兄貴の足を引っ張らないように頑張るもん。おら、大丈夫。ハイザク、やらせるか。ハイザク、ハイザク、おら、そんな。マリア、やらせるかよ。ハイザク、やらせるかよ。ハッコフ、おら、ハイザク、バッシュ、やらせるかよ。ダブルスピンエッジ。おとなしくしろ。やらせるかよ。決めてくれ。いきます。おら、やって、すごい。ハイザクルかよ。いいね。ハイザクル、やらせるかよ。俺だって。やらせるかよ。アンカーショット。やらせるかよ。俺だって。バッシュ。やらせるかよ。ダブルスピン。ハイザクル。やらせるかよ。いいね。俺だ。ハイザクル。イーグルアイ。ハイザクルが燃えてきた。トラに任せてほしいもん。ハイザクルダブルスピンエッジ。もっともっと強くなるもん。お宝回収。いいよ、相手になってやる。横目、おとなしくしろってんだ。このまま気を引き締めていきます。おとなしくしろってんだ。みんな、アンカーショット。おとなしくしろってんだ。そのまま、ほらだって。横目、オッケー。おとなしくしろってんだ。このバッシュ、カナ、ダブルスピーエッジ。何の、いけー。何の、ロバモフモフなサポートだ。おとなしくしろってんだ。そのまま、よこめ。おとなしくしろってんだ。勝った。くらえ。私たちの思いは一つ。おとなしくしろってんだ。イーグルアイ。よこめ。おとなしくしろってんだ。はっ。おとなしくしろってんだ。任せてほしいもん。よこめ。バッシュ。おとなしくしろってんだ。頑張るでしょ。レイム、ロバ、ここまでか。間違いありません。あそこです。なんだ貴様ら。テロリストの仲間か。仲間だけど、テロリストなんかじゃない。
やってやる。ハイドクル、一緒に頑張りましょう。相手も花です。やらせるかよ。ハイドクル、痛いも。俺だって。ハイドクル、やらせるかよ。アンカーショット、イーグル。ハイドクル、俺だって。やらせるかよ。パワーアップ。ハイドクル、やらせるかよ。バッチリ。俺だって。ハイドクル、ありがとうございます。いけー、やってみます。やらせるかよ。このままで良いでしょう。ハイドクル、やらせるかよ。気持ちいい。俺だって。ハイドクル、やらせるかよ。アンカーショット、ハイドクル、やらせるかよ。俺だって。ハイドクル、やらせるかよ。見せてやろう。やらせるかよ。やらせるかよ。今なんて手を差し伸べられる。俺だって。アンカーショット、やらせるかよ。ハイドクル、大丈夫。ほら、朝だぞ。もう、ハイドクル、やらせるかよ。このバッシュ、ダブルスピンエッジ、ビーグル、やらせるかよ。いいね。ハイドクル、ハナ GS、フルパワーです。ハイドクル、やらせるかよ。ナイスも。おとなしくしろ。俺だって。やらせるかよ。ハイドクル、アンカーショット。お前の相手はハナです。ドリル、ハイドクル、俺だって。燃えてきた。やらせるかよ。今のはビーグル、ハイドクル、やらせるかよ。ハイドクル、バッシュ、強くなった気がする。トラだって。やらせるかよ。オッケー、アンカーショット、やらせるかよ。グングン、俺だって。かっこいいかもあるでしょ。ここでくじけ、やらせるかよ。ダメダメダメ、いけました。俺だって。オッケー、ダブルスピンエッジ、アンカーショット、やらせるかよ。はい、俺だって。行きます。聞かない。やらせるかよ。そこだ。いいね、よろしく。やらせる。わありませんでした。いいんだ、誰も来てくれるはずないって思ってたから。そんなわけないだろう。助けられたら助け返せ、サルベージャーの合言葉その2だ。あんたらしいね。兄貴、脱出ルート見つけたもん。急いでも。ノボン族、お力を貸してくださった新しい仲間さ。よろしく。さあ、こんなところに長いは無用じゃ。脱出するぞ。
さらなる成長をお見せいたします。さらなる力を得ることができました。まだまだ学ぶべきことはたくさんありますね。相手になってやる。踊らせるかよ。よこめ。踊らせてやってんだ。踊らせてやってんだ。よこめ。踊らせてやってんだ。やらせるかよ。やらせるかよ。踊らせてやってんだ。踊らせてやってんだ。よこめ。やらせるかよ。やらせるかよ。踊らせてやってんだ。やらせるかよ。やらせるかよ。踊らせて。踊らせてやってんだ。踊らせて。よこめ。踊らせてやってんだ。
ここまでか。俺たちの力見せてやろう。行きましょう、レックス。荒木みたいだ。荒木みたいだ。横目、はい、俺だっておとなしくしろってんだ。やらせるかよ。横目まで気合入って、おとなしくしろってんだ。はい、だって俺と変わらない。やらせるかよ。やらせるかよ。おとなしくしろってんだ。気を引き締めていきます。はい、だって。おとなしくしろってんだ。荒木みたいだ。横目、はい、だって。おとなしくしろってんだ。いいね。私たちのおとなしくしろ。おとなしくしろってんだ。アイドル、おとなしくしろってんだ。おとなしくしろってんだ。アイドル、バッシュ。おとなしくしろってんだ。アイドル、おとなしく、ここまで。横目、おとなしくしろってんだ。ダブルスピンへ。おとなしくしろってんだ。横目、おとなしくしろってんだ。アンカーショット。おとなしくしろってんだ。イーグルアイ、いっけー。ここまでか。花、ありがとうだもん。イーグルアイ、いいね。ダブルスピンエッジ、いっけー。やってみます。勝った。いただき。いいよ、相手になってやる。はい、出せ。俺だって。よし、やらせるか。おとなしくしろってんだ。横目、やらせるか。おとなしくしろってんだ。俺だって。はい、出せ。おとなしくしろってんだ。はい、出せ。おとなしくしろ。おとなしくしろってんだ。バッシュ。横目、おとなしくしろってんだ。アンカーショット。はい、出せ。おとなしくしろってんだ。はい、出せ。横目、おとなしくしろってんだ。ここまでか。トムラ、時には前に出ることも必要じゃぞ。はい、セイリーさん、次からは意識してみますね。変な目で見られてるかもしれないから気をつけろよ。はっ。横目、おとなしくしろってんだ。なんの、なんの、なんの、ここまでか。気を引き締めていきます。ああ、俺も同じ気持ち。やってやる。しっかり頼むよ、レックス。おとなしくやらせんだよ。
俺だって。はっ、横目やらせるかよ。くらえ、パワーカードで君を倒そうとなってる。忍者相手の花です。バッシュ。よっ、ここまでか。我ながら最高の踏み込みな、じっちゃん。レックス、慢心はいかんぞ。慢心は。アルス戦艦の中ってモノケロスとは結構違うんだな。モノケロスって何ですの？レックスは見たんじゃないか。ゴルトムントの桟橋に停泊してただろ。シンたちの黒い船だよ。あのすごいやつか。アルス戦じゃないんだよな。詳しくは知らないけど、そうみたいだな。すごいもん、トラも見てみたいもん。もう見られる機会はなさそうだけどな。いらない。ボボボ、偶然見たくなくなったもん。ご主人、心変わりが早すぎですもん。モノケロスもすごかったけど、このアルス戦艦もすごいよな。だよね、見たことないものばっかりだ。ふふん、このアルス戦艦はスペルビア帝国の最新技術の結晶も。一般人は中に入らせてもらうことさえできないもん。最新技術って言ったってサルベージした技術を利用してるだけだろ。いや、独自の改良を加えて使ってるみたいだ。ほら、ここに埋め込まれた機械だって元がわからないくらいいじくられてるしさ。それはアルスの神経へ振動を伝達するための制御番号。ここからアルスのあちこちにケーブルを取り付けて情報別に信号の制御を行ってるもん。すごいじゃないか。このケーブルだって従来のものよりも伝達速度は 2.4 倍、容量に関しては12倍も。他の国で使っているようなものとはレベルが違うも。じゃあこれを小型アルス船に乗せたらものすごい効率が上がるな。え、へん、その通りも。なんか二人ですごく盛り上がってるけど、私にはチンプンカンプンな話だな。花はどう思う？どうしてご主人が自慢するんですの？よくぞ聞いてくれたもん。このアルス戦艦に使われている技術はなんと花の動力や駆動系にも利用してるもん。驚きですもん。しかもしかも花のものはさらに改良して組み込んであるもん。さらにびっくりですもん。もしかして帝国の技術を盗んだのか？なあトラ、それってかなりヤバいんじゃないのか？技術の進歩のためには多少の危険は覚悟の上も。ただ花に組み込んであるシステムはスペルビアの技術者にだって解析することは不可能も。何の心配もいらないも。花は自分の出生の秘話を聞いてちょっと不安になりましたも。大丈夫も多分。さあ兄貴、ここで雑談をしてないで先へ進むもん。君よ、相手になってやれ。おとなしくしろってんだ。おとなしくしろってんだ。トラもアゲアゲになって。おとなしくしろってんだ。調子が上がってきてよ。のきもしなサポートだと伝わってくる。心強いね。おとなしくしろってんだ。ぐるぐるー、よこめ。よし、なんの。大丈夫、おとなしくしろってんだ。ナバリア、ぐるぐるー、アンカーソフト、ダワーチャージ。早くしましょう。おとなしくしろってんだ。ぐるぐるー、なんの。勝った。ここまでか。気を引き締めていきます。だから体が熱々になったもん。ホムラちゃんの料理で一休みしたいもん。ごめんなさい、私のお料理だと
もっと熱々になっちゃうかも。たっ、イーラのテロリストを捕らえたという実績が取り逃がした汚点になってしまうのは困るの。水玉色のコアクリスタル、お前は天の聖杯。忌々しいけどメレフの読み通りだったというわけね。ホムラのことを知っている？お前もホムラを狙っているのか？お前も当たり前でしょう。天の聖杯、その力は空を裂き大地を割る、アルスト史上最強なブレイド。聖杯を求めない者はその価値を知らない愚者のみ。そして私は愚者ではない。だから私は聖杯を手に入れる。完璧なサンドラッパーよ。最後は論理が飛躍してますもん。おあいにく、私もホムラもあんたの手柄になんかならないよ。テロリストの分際で生意気ね。行くぞホムラ。はい。もはや、よし、やってやる。あなたたちに勝ち目などないわね。さっさとやっつけてご飯にするもん。ほら、お腹ペコペコだもん。叩き潰せ。気を引き締めちゃいますし、ダブルスピンエッジ。逃げられない。
じゃ。どうしたの？ぐるぐる。カッター！クラッチで。タイプですね。このまま気を引き締めていきます。やれ！やれるよ！ほらちゃん、頼む！何するの？やれるな！やれるな！あったる！その気持ち、コスターってやる！失ったようじゃの。ニアを処刑しようとするからだ。違う、こいつらは私を本国へ送ろうとしてた。レクス、罠だよこれは。罠？じゃあニアが処刑されるって触れは嘘？兄貴、そんなのどうでもいいもん。早く逃げるもん。ご主人が正しいですもん。追っ手が来る確率は高いですもん。そうじゃな、急ごう。まずは町の外へ逃げるんじゃ。もっと役に立つことができるかな。
見つけた。おめでとうございます。この炎は、あいつか。今度はドライバーと一緒ってか。炎の貴公子メレフ。メレフ、スペルビア帝国特別執権官メレフ。帝国最強のドライバーにして、同じく帝国最強のブレイド、カグツチの使い手。最強かける最強で超最強ってわけか。待ち伏せされていたみたいですね。通りでやけにあっさりと脱出できたと思ったわい。やはり毛布君には抑えられなかったか。あんたでしょ、私が処刑されるって嘘の情報をレックスたちの耳に入れるよう細工したのは。良い勘をしているな。そう、君は君で利用価値がある。しかしレックスたちはもっと利用価値がある。少し違うな。水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証。そのブレイドが誠に天の聖杯であるのなら、私にはやるべきことがある。やるべきこと？空を裂き大地を割るその力、二度と世界を焼かせるわけにはいかない。ホムラが世界を焼いただって、いい加減なことを言うな。知らないのか、500年前の聖杯大戦での出来事。三つのアルスを雲海の底深くに沈めた伝説の力を。アルスを三つも。全て歴史が語る事実だ。分かったぞ。ホムラを戦争の道具にするつもりだろう。誰がそんなことさせるもんか。そのような力を野放しにできないと言っている。嫌だと言ったら。力ずくでも君たちを拘束する。だったら全力で言ってやる。絶対にいやだ。ならばその意志、等しく力で見せてみろ、少年。最善を尽くすことからじゃ、レックス。じいちゃんを起きるなよ。もうやっやっ、もう伝わってくる。痛いもん。アンカーショット、パワーチャージ。いいね、崩れろ。ブレイク。私がいる限りのブレイク。私にやらせて。決めてくれ。ちょっとだ。グラッチェラ。ノバリア。いや。
ターショット。こんなのドリルグラッチ総動結果ダッシュクリア。ダブルスピンエッジ。ナイスモン。崩れろ。よどうした。君の意志の力とはその程度のものか。ホムラは渡さない。聖杯とか力とか、ホムラを物扱いしてるお前なんかに。ホムラには行きたいとこがあるんだ。その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか。同じことしかできないとはな。天の聖杯といえどドライバーがこれでは。メレフ様、お気を抜かれずに。あの者の力、得体の知れぬものがあります。だろうな。ホムラとかいうブレイドの炎、お前の炎の方がはるかに強い。だがあれはただの炎ではない。大丈夫か、みんな。なんとかね。あの二人、すっごく強いもん。だよな。このままじゃ俺たち、なんとかしないと。なんとか。あいつの属性は火。火は水に弱い。水。あった。みんな、あと少し走れるか。よし、来い。逃げるか。ホムラ、最大火力いける。はい、あと2回くらいなら十分。いっけー。芸がなさすぎるぞ少年。そう来ると思った。ハナ、頼む。了解です。
水タンクだと？狙いはそれだったか。心外だな。何がです？このメレフ、まさか戦いで手を抜かれるとは。あの少年がですか？そうだろう。当てることもできたはずだ。なのにわざと外した。機転も利くようですね。その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか！天の聖杯、あの少年と共にあるのなら解き放ってみるのもまた一興か。メレフ様、いずれまた会うことになるだろう。その時には今一度。来ないようですね。うまく負けたようじゃの。とりあえず一休みしよう。もう限界。ウトラもハヒハヒも。じゃあね。お世話になりました。皆さんの旅のご無事を願っています。では。楽園に行きたいんだ。え？約束したんだ、ホムラを楽園に連れてくって。俺、命を分けてもらったホムラの願いを叶えてやりたい。レックス。だけどホムラを狙おうとしている奴らは多い。それってアルスの数が減って住む場所がなくなって、それで争いが起こって、争いに勝つためには強い力が必要で、だからホムラを楽園の存在が証明されればそんな争いもなくなるかもしれない。でもさっきメレフってやつと戦って分かった、俺の力だけじゃホムラを守れない。ニアはドライバーだろ、力を貸してくれると嬉しいんだ。ダメかな。楽園って、あんた本気でそんなヨタ話信じてんの？ホムラから故郷は楽園だって聞いた。ホムラは今ここにいるなら楽園だってだろ。なんだよその毛布みたいな三段論法は。ったく、短絡的っていうかお人よしっていうか。ホムラが嘘をついていたら、楽園に行くと見せかけてある日頭からボリボリ食われちまったらどうすんのさ。ホムラはそんなことしない。頭からとか無理です、お腹壊しちゃう。いや、マジに受け取るか。そこっ水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証か。いいよ、面白そうじゃないか。ニア、
お嬢様。私も見てみたくなったよ、楽園。本当にあるんだろうね。もちろん。緑あふれる天空の大地か。伝説が本当なら私らだって。ごめんなさい、強く巻きすぎました。いや平気、全然平気。こんなに回しても痛くも痒くも痛いんですね。ありがとう、だいぶ痛みも引いてきたよ。ニアが調合してくれた薬のおかげですね。ホムラも怪我？大丈夫？大丈夫、かすり傷ですから。やるよ、俺が。ありがとう、レックス。いいさ、このくらい。できた。どう？うん、いい感じね、レックス。同じですね。え？ああ、うん、同じだ、ホムラと。綺麗だ。やっぱホムラが起こしてくれた焚き火だからかな。ん？あ、いや、その変な意味じゃなくて、焚き火起こすの上手だったなっていうか、得意技ですから。